それじゃあ飲み終わって落ち着いたらね。全然落ち着かせる気ねえじゃねえかお前。何がねえやねん。二回戦目に期待に胸を膨らませまくってんじゃねえか。ポンポンと自分の膝を叩く先輩。あ、思ったより健全だった。ごめんなかな。俺の頭の中はもう毒されまくっていたようだ。いつものように膝枕をしてあげるから甘えてこいという合図。いや、ちょっと裸ワイシャツで膝枕さすがにあかんくないか。一枚絵全然あるぞ。あの死に際の一枚絵じゃなくて。先輩の太ももすべすべだし、最高なんですけど、それをするとまた、したくなっちゃう？ひょっとして誘ってます？ひょっとしなくても誘ってますよ。麦茶あたりから誘ってきてたんだよ、カナは。知らず知らずのうちに伏線を張る女の子だから。どうかしらね。あなたが求めてくるなら、私はいつでも応じるっていうスタンスだから。うわ、バトってほしい。エロゲ主人公の無尽蔵な体力バーサスカナで、バトってほしいわ。昔から俺を誘導しまくって、先輩の思うツボですよね。あら、そうだったかしら？今だってそうだ。俺のワイシャツをパジャマ代わりにして、パンツが見えそうで見えない、ギリギリのラインで、お尻をフリフリする。もう既成事実作り魔になってるもん、なかなか。相手から襲わせる限り自分は動かないという。それに釣られようものなら、朝までコースってなもので。昔からってさっき言ってたけど、どんぐらいなのこれ。そうだ、ワイシャツで思い出しましたが、さすがにそろそろ新しいのを買いません？いつもお洗濯して綺麗にしてるわよ。いや、そうじゃなくて、こうしてほぼ毎日一緒にいるんですから、先輩のパジャマも欲しいだろうなと。いや、これが先輩のパジャマだから。唯一無二のパジャマなのよ、これが。新しく買うなんて滅相もないって感じなんだよ。いつまでも俺のワイシャツをパジャマ代わりなのは。でも、これが一番落ち着くの。あなたの匂いが染みついてるからかしらね。いや、もはや使用率でいたらカナの方が上だろ。モンハンのギルドカードとかで確認したら、わかりやすく表示されるよ、きっと。それじゃあ、先輩のパジャマに俺の匂いを染みつかせればいいってことです。お前やめろよ。ワイシャツ白いからって精子で染みつかせんのは。大衆だからな、大衆。それは一度考えたんだけど、やっぱり違うのよね。あなたが普段着ているってことが重要なのよ。あ、こだわり深い。難しいな。扱うのが。だってあなたに包まれてるみたいでしょ。気に入ってんじゃねえよそのワード。初出の時はなんておしゃれな言い回しなんだろうって言ったけど、2回目以降は薄れていくからな、その感動。新しい構文用意してくれ。そう言ってダバダバのお裾をスンスンする。包まれるって言うならそんな残りがじゃなくて本物が抱きしめますよ。2回戦目の伏線は張るな。それもいいわね。ずっとあなたに抱きしめられたまま過ごすなんて素敵だわ。え、うざくね。常にまとわりついてくるんでしょ、オスが。俺も裸の先輩を抱きしめて暮らせるなら本望ですよ。もう、おバカさんね。おバカさんが人におバカさんって言うな。どっちもおバカさんカップルなんだよ、お前らは。おバカップルだわ。え、何この唐突な天体望遠鏡。なんか月のクレーターってカニに見えるだの、なんだのって言われてるけど、どこにカニがおるん、これ。他愛のない会話を交わし、二人だけの時間を過ごす。あ、これ、正真正銘エンディングって感じ。二回戦目来るかと思いきやね。これからもこの部屋で二人、他愛ない、でもかけがえのない思い出をたくさん作っていくんだろう。あの部屋だけで思い出をたくさん作るのは難しくないか。セックスの思い出だけじゃん、それは。やっぱ遠出したいやん。そんなことを考えながら、俺たちはまったりとした時間を過ごしていた。あ、この月のアップは、カナが結構前に主人公に告白した時の月が綺麗ですねをもじってやってんのかな。いや、つくづくカナルートは文学的ですな。プライマルハーツ。さあ、そしてカナサイドストーリーが追加されたということでね、カナルート完全攻略だね。さあ、お次はセーラルートやっていきますか。反発入れずに。さあ、じゃあまずは主人公の中で誰ルートを選ぶかなっていうターンだね。ここでクラガのセーラーを選んでいきましょう。やっぱこの一枚絵だよな。もうこの一枚絵をこのプライマルハーツの実況を始めて早々で見せられて、一瞬で、あ、このエロゲは神ゲーなんだなと判断した要因だからな。プラガノさんか。転入手続きの時に出会ったあの光景が未だに脳裏に焼き付いている。いや本当に。これすらも月下会生徒会長の策略だとしたら恐ろしいよねこの人。初期は結構黒いところとかも見せてきたからな。冷たい目と独特の雰囲気。でも実際に話してみると意外と気さくというか、意外な一面がたくさんあったり、熱い部分もあったり。どんだけ主人公の中でセイラは初期冷徹な女だと思っていたんだ。俺のボケにもいいリアクションを返してくれるし、なんか妙に馬が合うんだよな。確かにある意味インキャドで言ったらセイラがナンバーワンって感じだからね。ここら辺主人公と相性は良さそうだよね。なんといっても唯一モンハンで一緒にゲームしているっていうアドバンテージまであるし、まるでずっと前から知り合いだったような感覚というか。ずっと前から今に至ってずっと知り合いなんだよお前らは。セーラルートでそれが明かされるってなるとちょっと楽しみだね。お家でゲームデートとかしちゃうのかな。さあ続きましては、店長からどの子を攻略するんだいというゲームマスターじみた発言をされて選ぶところだね。さあこれで一番左端のクラガのセーラ選んでいきましょうか。エピソード5
ライブ指輪とゲームと告白と、さあ本格的にセーラルートに入ったということで、タイトルゲームというワードが入っていましたね。いや、やっぱ明かされるのかそれが一番の見どころなんだよな、きっと。すがすがしい朝だぜ。不審者騒動も一件落着し、今日から一大イベントである林間学校がスタートするもう毎回林間学校やんのねもう全ルート見せんだね。林間学校での各々の様子っていうのを。一番忙しいであろうセイラと時間取れるのかな。周りを見回すと明るそうに挨拶をする声があちこちから聞こえてくる。あ、ここら辺もう山に着いたぞって感じじゃなくて、山に着く前の段階から見せられてるって感じなのか。無事に林間学校を迎えられるなんて頑張った甲斐があったな。まあほとんどお母様と天神ダーラグループの力みたいなもんだったけど、あ、これはある意味共通ルートのそのままの流れでセイラルートっていうのが自然な流れだったのか。エピソード5っつってたもんね。確か共通ルートがエピソード4までだったから、それでもこうやってみんなが安心してるのを見ると嬉しくなってくるってもんです。おー、ようやく到着したもう見慣れてるんだなお気に入りシーンに追加するまでもなく見慣れてんだよな、これは。大自然をバックに新鮮な空気を思いっきり吸い込む。ここは林間学校先の山の中。うちの実家も田舎だけど、ここはそれに輪をかけて田舎というか周囲に何もない、まあ、セーラルートなんだから早よセーラ映せやてめえの自分語りタイムいいんだよ。お前のこと結構知っちゃってるから、こっち何百パート実況してると思ってんだ。よかった、どうやら元気になったみたいだね。お前じゃねえんだよごめんね、ゆずきルートってすごい昔のように思えてしまうからさ、もう用済みだなって感じに思っちゃうんだけど、そういうことじゃないよね。セーラの一番のお友達だもんね。大切に扱わないと。バスの中じゃいろいろすまなかったな。え、何その気にさせるような発言バスの中で一体何があったの。びっくりしたよ、真っ青な顔してぐったりしてるんだもん。あ、お前がバス酔いしてんのゆずきルートだとデブの方が繊維喪失してる感じあったけどね。バス酔いでぐったりしている俺の背中をさすってくれたり、先生から酔い止めの薬をもらってくれたり、とても世話になった。なんかゆずきにピックアップするじゃない、随分。え、これは何、思ったよりドロドロする感じカナルートほど落ちることはないだろうな、安心安心と思っていたけど、セーラルートもしかして重い。思えば家の事情とかも結構暗そうだもんね。セーラはマジで天使ってこの世にいたんだと思ったね。すまん、ちょっと寝不足もあって酔いやすかったみたいだ。ひょっとして今日が楽しみすぎて寝られなかったとか。なめんなお前てめえじゃねえんだから、そんなメンタルなわけねえだろうが。バレてる、あ、お前そうなんだある意味ゆずきと一番相性良かったんだね、そういうところで言ったら子供みたいだね。まあそんなところも君っぽいけどさ。危ない危ないこれ危ないって、セイラと早く時間作ってあげないと気づきルートに強制突入するって2番センチになっちゃうよ。改めて周りを見回す。見渡す限りの木、林、森、木を1個ずつつけるな木が4つの漢字とかあんのかな。そういえば森林はだって5個だもんね。宿泊用の施設以外に人工物はほぼ存在せず、川のせせらぎが聞こえるだけだ。これだけの大自然だもんな、それは楽しみってもんですお前のさっきからのモンデス構文なんなのしかも今回口に出しちゃってるし。うん、一気に一元にワープしてきた感じがするよね。おい、ここを居住区としてる人たちに失礼だろ異次元言うなよ。これだから都会っ子の発言は尺に触るぜ。やっぱ山はいいわ、テンション上がってくるな。思わず叫びそうになっちゃうぜそれじゃあ私も一緒にヤッホーって言おうかな。いや、標高どんなところでヤッホー言うつもりなのこんなところでも山彦って響くもんなの。ゆずき、月下の役員は集合だって、号令かかったよ。すげえうるせえヤッホー以上の山彦ボイス聞こえてきたんだけど。お、はい、すぐ行くね。それじゃあ月下会の仕事があるから。いや、そう、月下会の仕事いっぱいあるんだよね。セーラーと時間作れるかな。お、頑張ってな。皆さん、あ、唐突なセーラー真ん中よれよれなんで左下に甘じてんだよお前。駒形と別れてすぐに倉賀野さんの声がスピーカー越しに聞こえてきた。ざわついていたみんながそっちに注目する。これから林間学校を開始いたします。皆さんにとって楽しく思い出に残るイベントとなることを願っています。アナウンス力高え声の抑揚のせいかわかんないけどめっちゃうまく感じるわ。そうだね、楽しく思い出に残るイベントになってほしいところなんだけど、肝心のセーラとの二人きりイベントはって感じになっちゃいそうで怖いんだよね。そのためには何よりまず怪我などをしないように気をつけてください。どうだぞお前ら、分かったか川で溺れないようにと、トリカブトを間違えて食わないようにっていう2点をちゃんと注意して林間学校を楽しむんだぞ。詳しくは配布してあるパンフレットに注意事項が書いてありますので必ず一読してください。お前校長先生かよ投げっちゅうねアナウンスが分かるよそんな。凛とした口調で放送する倉賀野さん。選挙で勝った方が取り仕切るということもあってどうやら張り切ってるみたいだな。この張り切ってるセーラーにどうやって水を差すかだよね主人公空気の読めないところ発揮してくんねえかな。倉賀野さんの挨拶も終わり、みんなそれぞれ思い思いの行動をし始めた。ほら行くぞ、昼飯はみんなでカレー作りだってさ。いやクラス違うからなセーラとは。いやどうやって時間作るんだろうマジでテンション高いなおい。こういう野外の行事ってあまり好きそうじゃないイメージだったけど。あ、そう？なんか道ってバリバリバーベキューとか好きそうなイメージあるけどね。
プライマルハーツ。最後までプライマルハーツをご視聴いただきありがとうございました。いろんなエロゲの実況を数多く投稿しているので、推しを見つけたい視聴者さんは画面中央のレネをまさぐってチャンネル登録していただき、お気に入りのヒロインを探してみてください。また出会える時を楽しみにしてます。バイバーイ。